と遅くなっちゃった。申し訳ないです。そうだ、固定コメント変えなきゃね。そろそろ、まあそろそろって言っても昨日ね配信してないから全然今変えなきゃね。17日の違った合ってるか、17日の18時から20日の、はい、こんにちは。前髪がねすごく長くって、こんにちは。こんにちは。みりんが12時過ぎをお知らせします。ちょっと12時過ぎちゃった。2分とかに始めちゃった。ごめんね。はい。ということで、昨日メールでも言ったんだけど、昨日も配信できなかったし、今日もちょっと夜配信できないかなって思うので、ちょっとお昼のうちに時間がね、ちょっとあるうちに配信しとこうかなと思います。はい、日曜日だしね。日曜日の昼は皆さん何してるんですか？何してるんですか今日は皆さん。配信ありがとうね。こちらこそ来てくれてありがとう。あ、ゆっくりしてる最高じゃないか。これから出かけます。お気をつけて。明日のことを考えてる。いいね。キバ見てる。いいね。のんびり良きです。そっかそっか。良きですね。はい。今日はですね、これもまたメールでお伝えっていうことになって、なんか全部メールでお伝えになって申し訳ないんですけど、メールでお伝えしてたんですが、今日はですね、なんとドゥルル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 ルインスタグラムを更新します。イエーイ。インスタグラムを更新します。写真はもう選んであります。はい、5枚ぐらいあったかな。今回はですね、北海道編ラストになりました。長い間お付き合いいただきありがとうございました。そう、あとはなんかまったりしようかなというお昼の
時間です。よろしくお願いします。マックスで今日は終わりの時間もあるので、そうなの、今日は本当はね、じゃあお昼からずっとやりますかって配信したいんだけど、そうなの、ちょっとね、出ないといけない時間もあるので、まあまったりしつつ、まあ時間厳守で頑張りたいと思います。そう、北海道ラストです。そうなの、あとはまあいろいろな話をしていこうかなと思うのですが、まずは昨日ね、なんか映像が9枚目シングルのツイッターにティザー映像が公開されました。 MV の、はい、曲はフルサイズでね、ラジオで解禁されてるけど、 MV はちょっと初めて。あ、そうだね、衣装、そうだよね、もうなんかみんなそこからだよね、そこからだよねそうなんです、今回 MV は白と黒に分かれていて、それ私は黒衣装担当です。はい、そしてですね、あ、ソロアーチャー見たよ、ありがとう。そうなの、そこから私配信できてないよね。うんうん、そうなんです、はいはいそうなんです、アーシャも公開されましたし、 MV もちょっと出ましたが、私はそう、今日も黒なんですけど黒で、あとは、あ、髪型はハーフアップです。髪型はハーフアップです。今回はジャケシャもハーフアップだし、MV もハーフアップで、なんかあんまり今まで髪型変えなかったんですけど、今回ハーフアップにしてみました。それとそんな感じかな。まあだからもうなんか黒い服を着ている写真がもう出せるみたいなので、そうやっとなんかいろいろ皆さんに写真をお見せできる日が来ました。そう、あとはまあ映像だけの話しかできないんですけど、私すっごい目開いてなくって、あれアップでね映ってるやつとかもうなんか超眩しくって、時間、自分が ちょうど自分がじゃあソロで撮りますっていう時がすっごいいい天気でだからもう全然目が開かなかったんですよ。そう、眩しかったから、そうなんかせっかくアップのカットしてくれてるのに全然目開いてないよ私って思ったそうなの、いや、あれやもんな、そうです、はい、まあその辺の写真も載せつつ、あとはね、アーシャとかジャケシャとかもすごい可愛いお洋服、あれは衣装っていうか、まあスタイリングしてもらったって感じなので、そう、なんかあれも売ってる服なので、なんか見つけて買おうかなって思って、ケチバレバレなのも新鮮。あまり STU 見てないかな。なんか STU はね、MV は基本瀬戸内で撮ってて、割と
いつもなんかバレバレっていうか、そうここで撮りましたっていうのがすごい分かるようになってます。だからそう聖地巡礼とかしてもらいやすい感じの MV が多いです。ジャケットサイン会はないのですか？それは分からないです。ただなんか今まではなんか今まではなかったっていうか、まだない。チェキサイン会はあったけど、まだね、もしあるとしたらこれからなのかなっていう感じです。まああったとしてもまだ解禁されてないからもちろん言えないしね。どうなんだろう、あるよ、まだ発表されてないだけでとかはさ、もし知ってたとしても言えないので、なんかそうどうなんだろうねっていう感じですね。まああるかないかは運営の方のみぞ。あ、パネルはねあります。パネルはもうあるって発表がありました。いつかありました、いつかあります、どこかで。これはもうあるって発表がありました。パネルはねいつも事前にそういう告知があるんですけど、チェキとアザージャケットはいつもゲリラ的に今日からみたいな感じなんで、そう割と直前なんか明日とかいう告知はできないので、みんなよかったらいっぱいいろんな SNS をチェックしてくださると嬉しいです。まああるのかはないのかも私もわかんないけど、うんうん、って感じですね。そう、あとはリクアワの投票が今日までです。はい、私も実はまだ投票してなくって、投票しようかな。じゃあこの配信で投票できる方はリクアワ STU48 投票権利がある方は STU ファンクラブに入ってる方、 STU メール撮ってる方、STU メアプリ版の STU メール撮ってる方、スペースサポの方、STU オンデマンドに入ってる方です。STU メールはこちら。ちょっとメールから投票してみよう。んで、あ、すぐできる。すごいわかりやすい。なんかリクアワのお知らせがあるんですけど、そこにこちらっていうのがあって、そこを押すとログインしてすぐできるようになってます。すごい、そう、歌唱してほしい楽曲を一曲選択の上、あ、でこれだから5つ投票の仕方があるんですけど、例えばメール取っててファンクラブにも入ってる方は2票投票ができます。ただメールを2人取ってるとかでも1票です。はい、だからそう、うん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 、でスペサポに入ってる方は3つまで投票ができます。3票できます。なんか全部で7票かな、全部入ってる方マックスで1人7票投票ができるようになってます。私はすごい一番上にある、わかりやすいな。私は私は何票あるんだろう、スペサポは入ってないから、入ってないから自分のだとメールとブログかな。で私は2つ投票ができるから、じゃあ私は暗闇に
投票します。送信する。暗闇とトップへ戻る。あ、なんかメールに戻っちゃった。ちゃうちゃうリクアは STU48。 まあ何歌ってほしいかだよね。あとは STU ファンクラブ、はい、ファンクラブ、ログインが遅い。みんなしてんな今もしかして。あ、できる。もう一票。風を待つかな。なんかみんなその無限にさ投票できないからあれだよね。あ、暗闇に5票投票します。すごい、超暗闇推しじゃん。ありがとうございます。じゃあ風を待つ送信。私はそう、風を待つとちょっと、そう、もう本当に自分の好きな曲に投票しちゃおう。風を待つと暗闇に投票をしました。なんかあんまりこれはメンバーからこの曲に絶対投票してくださいみたいなのはなくって、これはあくまでなんか楽曲への投票なので、なんかメンバーは違うかもしれませんみたいな書き方してたけど、例えば超究極言うと春夏秋冬を一期生で歌うかもしれないよみたいなことっぽい、あの書き方は。だからなんかそう、めっちゃ究極、そんなことは多分ないとは思うんですが、いろんな事情もあり、これはなんか楽曲への投票なので、その楽曲に投票したとしてもそれのオリジナルメンバーが歌うという保証はないですよっていうものです。例えばだからまあ推しの入ってる曲を、あ、風を待つのツイートしてたから風を待つかなって、あれは風を待つの発売から何周年だったのであの載せてただけで、そう、あ、そうそうそう、ただそりゃ私だってなんか自分の参加する曲は参加したいけど、なんかこう前後の曲の関係とかでどうなるかがわからないと思うので、きっと多分それはまだ誰もわからない、なぜなら投票が終わってないから。そうそう、あ、そう、単日植物滝福みたいなそう、せっかく例えば千穂ちゃんのファンの人が単日植物に入れたとしても千穂ちゃんが見たくって滝福が出てくるかもしれないっていう、そうことで、そりゃそう、曲順は変更できないから、そうなの、曲順をこっちでコントロールすることができないのでね、これ皆さん投票で曲順が変わるので、そうそう、そうだから、うん、私はなんかこの曲を私が歌いたいのでみたいなのはなんか今回できない、今回ってかもともとそういう趣旨じゃないけどね、リクアワって。なんかどっか最近そんな感じのなっちゃってだけど、私はだから純粋に今投票したのは純粋に STU で好きな曲、なんか風を待つとかあんまり最近フルサイズで歌ってないから、あの多分1位とか2位とか、まあわよくば3位もかな、多分リクアワってその辺だとフルサイズで歌えたりするんですよ。今回はどうかわかんないんですけど、
なのでなんかこう3位以内とか2位以内とかに風を待つが入ってフルサイズであの衣装でやるっていうのはなんかすごいエモエモだなって思うし、そうだし、まあやっぱり暗闇って私たちのデビューシングルなのでなんかこう入っててほしいなっていう気持ちもあり、自分はそう投票しました。基本多分曲はフルサイズではないとは思います。私はあの STU のリクアワーが今回初めてなので AKB だとっていう言い方しかできないんですけど、多分 AKB のリクアワーも見たことがない方って結構いらっしゃると思うので、私リクアワーを経験したことがない方とかもいると思うので言うと、 AKB の時は3位以内だとフルサイズで歌えてたし、まあでも AKB だとそもそも人数が多いので自分が折り面の曲だと大体自分は歌います。そこはちょっとなんか違うのかもしれない。メドレーではないです。はい、本当に25位からの順番のセットリストをみんなが決めるよっていう感じのやつです。そう、あ、リクワー自体が初めてだからワクワクね、楽しんでください。で AKB の時はオリジナルの衣装がある楽曲はオリジナルの衣装で披露してました。メール登録しないと投票できないですね。そうだね、だからメールを登録してるかファンクラブに入って、まあ、ブログが見られるのかっていうことです。あとはそのなんかいろいろ入ってるのか5つの媒体っていうか入ってるのかですね。からそうだね、何かに入っていないと投票はできないです。ちなみに、あ、リコは楽しそうだなっていうので、ちなみに今日入っても投票の権利はあります。はい、リコはに投票したいがために、例えば私のメールに今日入っても投票はできます。 OK、 オーバーチュア入ってたらどうなるの。 AKB さんの時もあったんだよね、確かオーバーチュア入ってる時はオーバーチュアが流れて終わりだった。その時は私たちの時はどうなるか分かんないけどはいですね、ファンクラブかメールかスペサポか、オンデマンドか、そのアプリ版の STU メールかです、はい、な感じですね。なんか、いい曲がありすぎてさあ、モンバミお得。そうだね、まあメールは一番そのこの中でまあちょっとお値段もお手頃ですし、あとはまあメールも来ますし、今日まだ送ってないので私今日から7つ来ます。まあ月の後半なんでってなるとあれがあれなんですけど、でもまあ投票したいから入るんだったら別にいいと思います。あ、そろそろ投票しとかないと忘れそう。ぜひぜひ忘れないうちに。なんか好きなんだよね、全部。全部好きなんだよね。
またなんかそう直前だとバタバタしてしまうと思うんですけど、またちょっと自分もあの昔の写真とかもう一回なんか漁って見たいと思います。全然みんなが好きな曲に投票して、これはなんかそう ただ私が何に投票したのって言われたら風を待つと暗闇に今投票しました今。えでも多分お姉ちゃんは風を待つがめっちゃ好きなんですよ。だからうちの姉はもし何か入ってるんだったら、うん、風を待つかな。うちのお母さんは何に投票するんだろう。うちのお母さんはファンクラブ入ってるかな、ブログ見てるんだろうか、わかんないな。メールは私が登録してるからメールは見てます。私のお母さんも投票の権利があるけど、多分私がメールで理科はここから投票ができますとか URL 送らないと投票の仕方わからない人だと思う。わざわざ調べてみたいなしない人、多分そういう方一定数いると思う。うちのお母さんみたいな、なんか投票の仕方がなんか分かるんだったら投票するけど、なんかURL はどこからみたいな感じの人もいると思う。なんかちゃんと送ります、メールでも。メール取ってくる人はあの、ね、投票の権利みんなある人ですからね。そう、ジンマシン出てきちゃった大丈夫です、気にせず行きましょう。それでうちの友達でなんかメールじゃないよな、ファンクラブ入ってるのかな、なんかは無謀が好きだから無謀に投票するしたかするかなんか言ってた。無謀が見たいって言ってた。無謀な夢は覚めることがない。あ、一緒だって、いいですね。あとは弟はね多分何も入ってないんじゃない分かんないけど、そう、まあなんかでもそうなの、例えば自分がこの曲折り面なので投票してくださいとかは、そう元の曲は折り面だけど、なんか今回披露される時にいるかはわからないので、そこはなんかあらかじめそうみんなもしかしたらなんか例えばゲミリンセンターだからこの曲に入れようってしてくれても、リクアワの披露の時はあのその曲順とかの関係でその曲に参加ができる 100% 参加ができるというわけではないですので、そうなんかそこであのそうがっかりはしてほしくないので先に言っときます。はい、ただその楽曲に参加してるのに、例えばだけど風を待つ前後の曲も私いなくて風を待つに参加します。だけど風を待つは
違う子のポジションでやってるとかはまあな、それはないとは思う。さすがにいるんだったら自分のポジションでとかだとは思うけど、でも究極それも分かんないってことなのかなって思います。そこは、うん、まあそこを変える必要はないのかなとは思うけど、あ、投票しないと登場はないからね。まあでもそれはそうです。そうでもそもそもなんかそうだね、そもそもこんなこと言ってて、例えば自分のいないユニットとかばっかりだったらなんかあんまりいないかもしれないです。はい、なのでそもそもは出る曲が多いとしてみたいな感じの注意事項があるだけで、そもそもそうならないとなんか何もないので、はい、全然みんなね、そう、しかもそう、そもそもみんながなんか投票してないとなんかそのこの曲聴きたいなみたいなのは上に行かないっていうか、そのランクインしないのね。そうそう、ぜひぜひね。結構割と数票差とかでも順位入れ替わったりするので、うん、多分しかも今回は特に CD に参加権ついてないから、あの一人最大7票ってことは結構僅差なのかなって思ってる、その順位って。だからもし自分がこの曲が好きで少しでも上の順位でこの曲を見たいなって思ったら、ぜひ今日までなんで、はい、その曲に投票をお願いします。首赤い、これはジンマシンちょっと出てるから大丈夫。あ、全員分メール取ってたらその分投票できる。そう、あの投票、メールでの投票は何人取ってたとしても1票です。メールの権利はいっぱい投票したいんだったら全部の媒体に入るしかないです。メールは5人取ってても1票、1人取ってても1票、10人取ってても1票です。ただこれはメールで取ってて1票でもアプリでも取ってたら1票入るよねってことだよね。これってアプリ版と、そうだよね。だから例えば2人取ってるとかだと、それがメールで1人取ってる、アプリで1人取ってるならば2票投票ができます。うん、だしそう、例えば私のメールをアプリでもメールでも取ってる方はあの2票投票ができますはい、そうそう、同じ人でも、そう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 、そんな感じです。そんな感じですね。はい、詳しくは公式ホームページを見てください。全部書いてあります、全部書いてあります。こんな感じで、じゃあ私はインスタグラムを更新
しようかな。更新しようかってましたあ、6票3票ずつ2曲にいいね。そう、私も 2つを1つの曲にじゃなくって1票1票入れました。はい、そこも自由、自分の7票を同じ曲に投票もできるし、7票に7曲に投票できるし、そこも自由です。とっても自由、そこも自分の好きなバランスで。例えば1曲しか好きな曲がない方はその1曲に全部投票してもいいし、この曲を1位にしたいんだみたいな感じのがあってその曲に全部投票してもいいし、あ、この曲もこの曲も見たい見たいで分けてもいいし、7票あるから7曲に投票しようかなでも大丈夫です。これとこれと5枚です。はい、皆さん、私は今から5枚投票します。真剣、そう、真剣。ポケットモン。あ、言っちゃった言っちゃったよ。聞こえなかった聞こえなかったポケットからキュンですってことですよね。ポケットって
ね、そういうことですね。皆さんの服はポケットついてますか？私のこれはね、ついてないです。ついてないです。はい、どんな写真が来るのでしょうか。あ、ちなみにでもこの辺の写真はまあメールに送ってないです。メールに送れないので、これは楽しみにしててください。はい、それではインスタグラムを更新します。インスタグラムを更新します。私、はい、いいですか。はい、それではインスタへ行きます。スタンバってます。私もスタンバってます。行きます。あ、先にやっとくと、ちなみに今リアルタイムでコメントをインスタグラムにすると、もう結構な確率で読まれます。はい、なのでよかったらコメントもたくさんお待ちしてます。で、いいねはすぐピッて押してくれると、いいねって言って何さん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 みたいな感じで読まれるので、もしかしたら読まれるかもしれない。いいねをするだけでの迷子。はい、それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、シアいいね。まこと、りゅうたろんどんまん、みえすく、たかのり、フェリス、ガバイト、にしやん、とと、ほんさん、ぼろ、りおん、けんてぃ、なお、たくのぎ、もりはじめ、お茶、かずき、チョコ、なぞ、なおと、ウィンディ、ことりまる、リーブ、しき、終わらないんですか。あ、じゃあ更新してみてください。ぜひ更新更新更新。お、コメントありがとう。にゃ、かわいい。ポケモンいいな。お疲れパン、かわいい。メールに載せられないやつ、かわいい。そう、ちょっとキャラクターなのでメールに載せられなくって、マスクでもかわいい。ピカチュウとユミリンのかわいいかけるかわいい。トヨトバユミリンゲットだぜ。かわいい。なんだって、全国ツアーの時に乗りたい。ユミチュウ、ピカピカ。すごい、ピカチュウとのコラボだ。おー、ピカですね。ユミリンポケモンゲットだぜ。かわいい。インスタはありがたいです。何に投票したか気になる。陸王の話？なんか過剰、だからって、だからっていうのよくない。過剰待ってた暗闇です。私は、私はね、私は。私は。私は、かわいい。ポケモンのキメンメダルいいね。わあ、いいな。飛行機乗りたい。ポケモンジェットいいよね。めっちゃかわいい。ピカチュウ飛行機かわいい。ポケモンジェットはイメリもポケモンジェットもかわいい。すごい、もう鬼やさ。ありがとう。ポケモンジェットかわいい。ポケモンジェットすげえ。ポケモンジェットいいな。
ユミリも可愛い、メダルゲットおめでとう、ピカチュウ祭り乗りたい、可愛い、ポケモンジェットはレアだね、とてもいい思い出になってよかったね。ユミチュウ、ポケモン祭り可愛い、ポケモンジェットいいね、可愛い画像、ポケモンジェット乗ったことない、いいな、なんかこんなになってるんだ、初めて見た、ポケモンとは意外でした、ラッキーじゃん、最後に記念だね、可愛いです、ポケモンいいね、すごい中にまでポケモンが、これは楽しい、ユミリンチュウ可愛いな、他人の思い出可愛い、一度乗ってみたい、ポケモンジェットいいな、乗ってみたいです、可愛い、シートのヘッドカバーも可愛い、お昔にポケモンジェット見に行ったな、そうシートのね、そう可愛いよね、そうなのよ、可愛いよね、ピカチュウと空飛んだんですね、可愛い、座席は一つずつ開けてあるんですね、あーあー、そのキュッてなってないってことかな、確かに新幹線とかだとね、隣の座席とかはくっついてますもんね、確かに確かに、かわいい、ユミにもポケモンかわいくていいね、幸運ですね、ユミチュウかわいい、ピカチュウの飛行機乗れたんだね、どれもかわいいね、めちゃピカチュウかわいい、うらやましい、マスクの色とセーターの色が同じでおしゃれ、鉄道の続き飛行機にも進出、ニットユミリンさんとてもかわいい、ピカチュウ乗って家に帰ったのがかわいい、ウェーイ、俺も北海道行きたい、かわいいしか出てこん、昔乗りました、あ、いいね、いいね、なんかこうなってるんですね、かわいい、ピカチュウの座席かわいいね、そうピカチュウの座席かわいいよね、超かわいくないですか、ちょっとコメントが多くて読み込みませんでした、ちょっとイメリーさんかわいい、ありがとうございます乗せられた、やった、これで皆さん、私の北海道編終わりでした、最後まで見てくださってありがとうございます、ありがとう、ありがとう、北海道行きたくなるね、ね、北海道行きたくなるね、行きたくなるね行きたくなるね、これは、これは行きたくなりますね、なんとまあ、なりましたね、あ、次回はリールもぜひ、そうだね、それ北海道編のリールはですね、ないです、はいはい、先に言っとくと、ちょっと期待してもらえるとうと申し訳ないので先に言っとくと、まただからなんかどっか行った時とかね、リールを撮りたいと思います。お楽しみに。長期連載、そう。めっちゃ、これいつからだっけな。1月の頭から約2ヶ月間かけてお届けしましたが、しかも別に1月に行ったわけでも2月に行ったわけでもないのに。そう、ちなみにこのメダルは、なんかもらえるとかじゃなくて、これはなんかこのジェット限定で販売 してる記念メダルです、これは買いました、買ったの、そう、乗れない、そうだ、乗らなきゃ買えないやつ、そう乗らなきゃ買えないやつ、
まさに限定、そう、まさに限定。もう終わった、終わったよ。私はもう今日やりたかったことが終わりました。インスタ更新できたからもう良いです。心動かされる、そう、心動かされます。お疲れ様、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。じゃあさ、そうだな、じゃあ ついでにツイートもしちゃおうかな。私陸は今日までですって、ね、やだー、ありがとう。じゃあ、あ、もう1時間経つの早い早い、やばいやばい。こんなにまた今でも1時間で私インスタ更新できてるから、まあそれはそんなもんか、まあそれはそんなもんか、それはそんなもんか。はい、そうだね、なかなかいいペース。そっか、そうしたらちょっとなんか5分ぐらい、あの私ここになくって今、その昔の写真がなくってちょっと撮りに行きたいので、ちょっと写真を探す旅に出てきます。小休憩しますか、しますか。でそうだな、13時5分とかから始めようかな。そしたらいい感じに、いい感じにさ、めっちゃ枠があれで、あれで、そう、いいかな、いいかな。とげん、あ、その間にリクアワ投票してこよう。そうだね、ぜひその間にリクアワを投票してない方はぜひしてみるのもいいし、あとは今インスタグラムを更新したので、インスタグラムぜひ見てくださるとのも、もうよきよきのよきです。よきよきすぎる。でリクアワの投票ページとかわかんないし、投票の仕方わかんないし、どうしようかなって方は私今からツイートするので、ぜひそこから行けるようにするので、ぜひ大丈夫だよって感じ。ですし、まあインスタやってない方はこの機会にインスタ始めてもいいし、結構ね、私がインスタ始めた時にインスタやってなかったけど、インスタアカウント作ろうとか私のを見るためにっていう方もね結構いらっしゃるので、そのなんかやってないから見れないじゃなくって、やってないけどもし見たいって思ってくれるなら、なんかこう作ってアカウントを見るのも、それもまた嬉しいですね。ありがたいし嬉しいし、
そこはずっといいねとかコメントとかしてくれてるとね、ありがとうってなる。ぜひぜひ。あ、それで始めましたね。ありがとう。あ、フォローもね、そう、ぜひフォローもねしていただけるととっても嬉しいです。じゃあちょっと一回切りますはい。次の配信ではイクアワの投票今日までですよっていうツイートをしたいと思います。じゃあちょっと一旦切れちゃうので壇上を読みますね。13位はるさん、ありがとうございます。12位トンシさん、ありがとうございます。11位ニッシーさん、ありがとうございます。10位石井さん、ありがとうございます。9位みけなこファミリーさん、お話し会追加したよ、お、ありがとうございます。8位にもすけさん、ありがとうございます。7位ひでまるゆめみんさん、ありがとうございます。6位ひろぴーさん、ありがとうございます。5位たらこさん、ありがとうございます。9位けんさん、今日も笑顔で頑張りよみりん、ありがとうございます。3位かぞうきさん、ありがとうございます。2位はるみんさん、滝並子神推し、ありがとうございます。そして1位はおっくんさんです、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。じゃあこの、え、でも5分じゃないよね、私1分とか2分とかに始めてるよね、大丈夫だよね。はい、じゃあ私このあと5分から次はツイッターをするので、ちょっと5分ぐらいあるのかなと、ぜひこの間にインスタとかね見てもらえるとね、とても嬉しいよーってなります。よろしくお願いします。はい、それではじゃあまた13時5分に5分後にお会いしましょう。また後ほど。